それでは山崎先生よろしくお願いします。皆さんこんにちは。後ろの方は聞こえてますでしょうか。聞こえてますか。聞こえてますか。大丈夫ですね。こんなにいっぱいの学生さんを前にこういう講義をするっていうのは、大学でもなかなかないことで、非常に緊張しています。ですが、皆さんが薬学に興味を持っていらっしゃる方が集まっていると思いますので、できるだけ皆さんの興味をそそるような内容でお話をしたいというふうに思っております。今日お話しする内容ですね、タイトルはここにあるように薬の動きを思いのままにというタイトルでお話をさせていただきます。このタイトルの中に薬学がどういうふうに、医療に貢献しているか、薬学をどう使っていくのか、薬剤師はどういう仕事をしているのか、そういうところまで、踏み込んでお話ができればというふうに思っておりますので、どうぞお付き合いください。皆さんがですね、こういうふうにならないように一生懸命お話しますので、眠たくないようなお話になればというふうに思っております。よろしくお付き合いください。これはベルリン動物園のパンダです。なぜベルリンなのかというのは伏せておきますけれども、ベルリン動物園のパンダさんで眠っているところです。眠らないでくださいね。皆さん薬についてのお話ということになると、いろんなお薬の罪形というのがあって、使ったことがある、あるいはお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんが使っている、そういうところを見ている、かと思います。じゃあこのお薬ですね、使った後に、どうやって、動いていって、そしてどうやって効くのかというところまでこう踏み込んで考えたことが、ひょっとしたらない方もいらっしゃるかと思います。そういうところを、今日の講義の中で少しずつお話をしていこうというふうに思っております。私出てきましたから、薬の動きのイメージということで、皆さん一般的にお薬を使った時に、薬を使う時には口から飲みますよね。口から飲んだ後お薬はどうなるのかというところからまず話を始めていきたいと思います。私口から飲んでいます。そうするとこのお薬、錠剤だったりカプセル剤だったりしますが、この中から成分が溶け出してきます。効く成分ですね、薬効成分というふうに言いますね。これが溶け出した後に、吸収部位である、小腸、一般的には小腸から、吸収されることになりますが、吸収されて、そして、肝臓を通って、血液を通して全身に回っていきます。そして体の中をぐる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 回るんですね。血液を通して行き渡ります。その間にですね、この血液を回す血管を通って薬物が漏れ出していく、それがいわゆる病気のところで患部に漏れ出していくという感じ、イメージですね。その結果として効いたということになるわけです。そうすると飲んだ人は効いたということでにっこりということになっていくわけですね。あんまり受けないですけど、こういうふうなことになっていくわけです。こういうふうにしてお薬は体の中を回って効いて、でにっこりというところまで、行くということになります。今日はですね、特にこの薬の動きについてお話しますが、特にその中でもこの体の中に入っていくところですね、その話が数多く出てくると思いますので、そこら辺のところを注目して今日は見ていってもらいたいと思います。体の中に入ったお薬っていうのは体の中に入って効くわけですけれども、その後ここにあるような解毒、いわゆる体から除去するような代謝という反応を受けて体から消えていく、そして腎臓からおしっこになって出ていくというような経路もありますが、最終的には消えていくわけですね。その消えていった時、薬物は体の中からなくなっていきますから当然効かなくなるわけです。そしたらまたお薬を服用すると、こういった繰り返しになっていくということです。これが一連の薬の動きということになります。口から飲んだお薬はどうなりますかということ、吸収されて運ばれて効きますということですね。効きます。もしここで皆さん考えてください。吸収されなかったらどうなりますかねというところですね。こうすると運ばれないし、効かないということになってきます。それだったら効かない、治らない、
こんな顔になってしまって、この薬は薬ではないんじゃないか、リスク、薬反対が呼んだリスクですよね、これは本当に薬ではないリスクになってしまうんですね。非常にお薬がきちっと体の中に入って動いて効くということは重要なことなんですね。そういう意味で薬の動き、これを思いのままにできれば効果的、安全にお薬が使われていくということになっていきます。その時に活躍するっていうのが薬学の知識になってきます。薬学の知識でも私の専門領域である薬剤学という領域っていうのはどういうことを取り扱うというかというと、薬の動きをコントロールしていく、思いのままにしていく、そして薬の動きを予測する、まあ、こういうことが、まあ、ある意味できるような学問になっています。薬学の中での薬剤学、どういうふうに使われているか、今日はお薬の動きをコントロールする、そしてお薬の動きを予測する、このあたりに焦点を絞ってお話を進めていこうというふうに思います。まず薬の動きをコントロールするパート1と、吸収しやすい物質にっていうところをお話をしていこうと思います。まあ、ここには最終的にどういうふうにそれが役立っているかという一例を載せているんですが、それは後で出てきます。まず薬の性質として覚えておいてもらいたい内容、薬は油に溶けやすいほど、そういった性質のもの、まあ脂溶性といいますがのものほど吸収されやすいという性格があります。それはまあ一つの理由としては、細胞膜、これが脂質でできているというのが一つの理由になっている。まあ、これはあの一般的な話になってきます。まあ、皆さんが吸収、薬を飲んだ後に薬が吸収されるところ、小腸というところになりますが、そこを細かく見ていくと、そこには細胞が表面に存在している。そしてその細胞の表面っていうのは、生物学で習った人もいると思いますが、脂質二重膜と、脂質二重層という構造をとっていて、そこにはリン脂質というものが存在しているんですね。これがいわゆる先ほど言った脂質っていうところになります。したがってここに薬は油に溶けやすいほど馴染みやすいんですよね。馴染みやすいということは、この膜を通りやすいということになります。そして血管に乗って全身に回りやすいという動きになっていくということになります。わかりますかね。まあこういうことで、粘膜の透過、吸収されやすさっていうのは、油に溶けやすい方が溶けやすい、吸収しやすい、水に溶けやすいものはなかなか吸収しにくいということになってくるということですね。まずこれは一つ覚えておいてもらいたいと思います。その上で生物学習っている人は知ってると思いますが、体はエネルギーを作っていきます。その時に解糖系、まあグルコースを使った解糖系、そして TCA、 クエン酸回路ですね、まあ、電子伝達系もありますが、エネルギーを作るシステムを体は持っています。これはちょっと話が違うことですが、まあ、こういうふうなエネルギーを産生する体のシステム、 ATP というエネルギーを最終的には産生するんですが、この産生するときに実はグルコース、あるいはタンパク質、脂肪、こういうものが利用されるんですが、それ以外に脇役として実はビタミン B1、まあ、名前はチアミンという呼び方をしたりしますが、がこのエネルギーの産生をサポートするような役割を担っていたりするんですね。でこのビタミン B1、まあ、体の中にあればこのエネルギーの産生をサポートするんですけれども、実は体の外から入れようとするとこのチアミンというのは水に溶けやすい、あれさっきの話でいくと吸収されにくいんだよね、そうすると効かないんじゃないかっていう話になってきます。エネルギーが欲しいのにこれを外から入れてもビタミン B1 入らないから効かないじゃないかということになってくる。こんな感じですね。エネルギーがない。ではどうするか。まあ、ここで薬学が関与してくる。まあ、薬学が関連することが関与してくる。水に溶けやすいビタミン B1、これをこういう構造の物質に化学修飾で構造を変えていくということを行うわけです。これってどういう構造の変化かと言いますと、水に溶けやすいものをちょっと構造を変えて油に溶けやすいようにしてしまうんですよね。こういうふうな水に溶けやすいものを油に溶けやすいようにするようなことによって、
吸収されにくいものが吸収されやすくなって、そして効かないものが効く、すなわちエネルギーを出せるような補充になる、エネルギー補給に役立つということになります。この構造の変化っていうことをやる、この化学修飾というのは薬学の得意分野なんですね。実はこれは栄養剤の話なんですけれども、こういう製品として市販されているんですね。この中の成分は油に溶けやすいものとして体に入りやすいということで世の中に出ています。同じようなことが薬学の領域でも行われます。水に溶けにくいお薬に関しては、水に溶けやすい成分に関しては油に溶けやすいようにして体に入れるというような、そういうことを行って薬の動きをコントロールしていく、まあ、こういうことが行われるのが薬学になります。そうして有効な医薬品の開発が続々となされているということになります。まあ、こういう医薬品に開発に関わるようなことができるというのが一つのパート1になるということになります。もう一つパート2、これはあの薬の動きに関するところで、もう一つのこういった吸入で吸うお薬ですね、この話に少しつながっていく話になります。吸収されやすい場所にっていうタイトルでこの話は進めていこうと思います。先ほどの油に溶けやすいものが体に入りやすいという話、これは一つ目の特徴。もう一つの特徴として、この薬っていうのは小さな分子ほど体の中に入りやすいというのがもう一つの特徴としてあります。この小さな分子っていうのは消化管から吸収されてぐるっと体の中を巡って、そして漏れ出して患部に行って効いたということになるわけです。効いたということになる、まあ、こういう形のイメージになります。じゃあ大きな分子どうなるでしょうか、大きい分子どうなるでしょうか。大きい分子は例えばタンパク質ですね、大きなアミノ酸がずっと連なった大きな構造になっているんですね。ペプチドはタンパク質よりもちょっと小さな大きさの構造ですが、まあアミノ酸とか普通の一般的な薬よりもかなり大きな分子になります。大きな分子はどうでしょうか、体の中に入りやすいでしょうか、この話をちょっと見てみましょう。入らないんですね、お口から飲んでも入らないんですね。食べ物、タンパク質、消化管の中でどうやって吸収されるか、実は消化管で酵素によって分解されてアミノ酸になって体の中に入っていってるんですよね。大きなものは基本的に入りません。入らない、入らない、入らない、入らないんです。吸収されない。だから全身に届かない。効かない。だってこれ、効かなかったらこれ、いくら薬としてこういうものを使いたくっても、使えないわけですよね。どうするか。その話をする前に、大きな分子としての代表的なお薬って何があるかっていう話しましょう。インスリン、聞いたことある人ありますよね。高校でも習いますもんね。糖尿病の薬として使われてます。外から入れる場合ですね、糖尿病の薬として使われてます。これはあの分子量というところでいうと5807、一般的なお薬って数百なんですね。もう10倍ぐらい違うわけ、大きさが。それはアミノ酸がずっと連なって大きな構造をとっているからなんですね。これはお口から飲んでも吸収されません、効かない、効きません。なのでどうするかって言ったら、見たことありますかね、注射します。お父さん、お母さん、おじさん、おじいちゃん、おばあちゃん、注射している人見たことあるかもしれません。お腹から注射したりします。こういうことをやるんですね。でもどうでしょうか、痛いですよね、痛いですよね、痛いんですよ。なので大きな分子は他のルートから入れてやろうという、まあ、こういう考えが出てくるわけです。お薬を口から入れても吸収しなかったら、直接注射でぐるっと体の中を回していこうよというようなことをすると全身に届きますよね。先ほどの注射ですね、ルートを変えましたね。お薬を お口から入れずに注射するっていうので動きを変えました。そうすると全身に届くから効くということになります。でも痛いですよね。でその他のルートがちょっとあるわけです。こんなルートがあります。僕の専門領域ですが、肺から入れるっていうのが一つのチャレンジングなルートとして今検討されています。こういうルートもあるということなんですが、薬が吸収されて、まあ、全身に
まあ、これこうですね、全身に届いて、そして全身に届いて効くということになります。これももう一つの別のルート、薬の吸収されるところに持っていくというこういったものになる動きになるわけです。こんな感じで吸入している人もいるかもしれない、まあ、こういうふうに吸入してスーッと吸って肺に持っていこうというようなことですね。イメージとしてはそんなところです。ところでこれはチャート式からも人の呼吸器なんですけれども、まあ、上気道から気管、気管支、そして、最末端である肺胞まで届いていくということになる。これ実はあの肺胞というのがいわゆる酸素と二酸化炭素を交換する場所で、ガス交換の場ですね、そこで酸素と二酸化炭素の交換をやって、まあ、呼吸をしているというところになります。実は皆さんがよく使う薬っていうのはこの上気道気管気管支上のところですね、ここに使われるものになります。でもここ実は薬が吸収されにくいんですよ。全身には回っていかない。じゃあどうするかって言ったら、こんなインフルエンザの治療薬とか喘息の治療薬、いわゆるそこの部分で効いてくれるものを直接その局所に送り込むという、まあ、こういったものになります。皆さんもインフルエンザ吸入で今年治した人がいるかもしれない、あるいは喘息の患者さんはこういう、喘息の薬をステロイドなんかをこういう吸入で吸ってたりするわけですね。これによって局所の、まあ、症状を抑えていくということになってくるわけです。じゃあですね、肺胞ここですね、ここはどうなのかって、実はここは薬が吸収されやすいところなんですね、まあ、いくつか理由はあるんですけれども、結構表面積が広いんですね。消化管ぐらいの表面積があるんですね。そのぐらいの表面積があって、で血管までの距離が短かったり血流量がものすごく多かったりというような、まあ、そういった領域になるわけですね。こういうところをですね、通りにくいもののというルートとして考えてみてもいいんじゃないかっていうふうに思うわけなんですね。こういったインスリンなんかみたいな大きな分子を吸収部位として期待できるんじゃないかというふうに考えるわけです。それでそこに薬を送り届けなきゃいけないですよね。でも実はそこに送り届けるためには薬をよく飛ぶ薬を作らないといけないんですね。その奥底まで飛んでいかないといけないわけですよね。そういうものを作る研究というのがあります。大体、まあ、空気力学動力学的粒子系って言われますが、それが5マイクロとか2マイクロこのぐらいになると肺の奥底まで到達するっていうふうに言われています。皆さんPM2.5 って聞いたことありますよね。あの 2.5 っていうのは 2.5 マイクロメートル、この空気動力学的粒子系が 2.5 マイクロメートルっていうことです。結構奥まで行っちゃうねっていうような粒子になるわけです。まあ安全性が心配というふうに皆さんニュースなんかで聞いたことがあるかもしれない。あの空気動力学的粒子系が5マイクロ 2マイクロですね。こういうものを作れば肺の奥まで行くんですね、薬で。ですから私も作ります。こういうふうにいくつかの粒子を作りました。これ私が作った粒子です。作り方変えて同じ薬でもこんだけ形がふにゃふにゃのものから綺麗な球形のものまで作っていったわけです。見てください、下のはチリ紙みたい、ティッシュペーパーみたいですよね。うちの子供がこの前口でふって吹いてましたけど、よく飛んでますよね。そういうイメージで、このふにゃふにゃっていったものの方が肺の奥底まで到達するなっていうことを、まあ、研究したりするわけですね。こういうものを作ろうっていうことを研究したりする。まあ研究者によってはこんなウニみたいなものを作る人も、これウニ蒸留子っていうふうなものを呼んでますけど、こういうものを作ったりしています。これはあの私のお師匠さんが作ったものとか、これは私が作ったやつですね。これもそれでどこまで行くかっていう研究をして、まあ今日のお話で言うと吸収するところまで到達するものを作ろうというようなことも研究でやるわけですね。まあこういうことをやっていますが、実際今世の中でインスリン実はあるんですね、吸入するお薬が。で実際販売されました。だけど見てください、大きいでしょ。こんなの持ち歩くの大変でしょ。そしてなんかいろいろ問題があるんですよ。サイズ、このサイズが大きかったり吸収がばらついたりとか、そうするとちゃんと
体の中で入っていって効くのかなっていう安全の面での心配が出てきますよね。まあ、そういうところを、まあ、コントロールしな、考えながら、薬は作られていくんですが、この薬販売中止になっちゃいました、もうなくなっちゃいました、まあ、こういう理由で。だけどだからこそまだチャレンジができる、やることがあるっていうことは僕が作ってやろう、なんとかしてやろうっていうようなチャレンジができる、こういう気持ちになれるっていう、まあ、未開の領域であることは間違いないので、まあ、こういうところにも研究のテーマっていうのがあって、そこに薬学の切り口で入っていくということが行われているということを知ってもらうと嬉しいです。もう一つ最後のテーマになりますが、まあ、最後のテーマって今非常に重要なテーマですが、薬の動きを予測するというテーマについてお話をさせていただこうと思います。これは未検証の組み合わせということで、薬と何かの飲み合わせの話です。まあ、聞いたことがある皆さんもいらっしゃるかもしれませんが、まあ、こういう話をちょっとしてみようと思います。先ほどのイメージ図が出ました。お薬を、まあ、5個飲んだというふうに考えとってください。5個飲みました。でこれ入るときに実はですね、消化管とか肝臓で解毒というものを受けます、まあ、代謝されるんですね。5個入れても入っていったときには3個になってるんですね。1個ずつ処理されてしまって排除されてしまって3個になってるんです。その結果としてお薬は回ってそして効くということになります。まあ、要するに3個がちょうどいいんですよ、効くには。3個がちょうどいいんです。5個入れたらいろいろあるけど3個最終的にいってそれでちょうどよく効いてるっていうような薬が、まあ、一般的に世の中には出回ってます。5個そのまま入っていくものっていうのはあんまりありません。まあ、こうやって効いたっていうことになってるわけです。ちょうどいい効き方をしてたわけですね。ところがですね、ここに例えばこんなグレープフルーツジュースのようなジュースを飲んだとしましょう。何が起こるかというと、この吸収の段階で、あら、あらあら、代謝、あれ、あれ、できなくなっちゃう。考えてください。そしたら5個入れたものが全部入っちゃう。ね。3個でちょうどよかったんでしょ？ 5 個入っちゃった。これがぐるっと回って、まあ、効くんですけど、効きすぎるんですね、これって。効いたじゃなくて、これは効きすぎたになる。ものによっては、こういうことが起こると副作用が出ちゃうんですよね。多すぎて。で、これはまた先ほどの薬の逆でリスクになってしまうんですね。わかりますかね、大体イメージとして。効きすぎる。こんな組み合わせっていうのはいくつかあって、まあ代表的なものが、この血圧を下げる薬、お母さん、お父さんで飲んでる人がいるかもしれない。にグレープフルーツジュースを入れると、薬の効き目が強くなる。これは効きすぎるということになってきます。副作用につながっていくわけですね。これ実は薬剤師さん確認してるんですね。グレープフルーツジュース飲んでませんかっていうことを、こういう薬を飲んでる人にはちゃんと確認します。理由っていうのをちゃんと分かった上で確認しているんですね。効きすぎるから。ですね。でもですよ。グレープフルーツジュースは知ってる。けど、知らない。知らないよね。これどうなるかっていうのは私も知らない。知らなかったです。僕が病院に勤めてた時に病院で患者さん、まあ、病院の薬剤師が一緒に同僚が患者さんが日向夏を食べてるけど大丈夫かみたいなことを、まあ、こう聞かれたとしてもわからないというようなことが出てくるわけですね。まあ、こういうものがどうなのかっていうことを、まあ、薬剤師、薬学研究者っていうのは研究します。でその時に、まあ、こんなスライドを出すわけです。どのくらい影響するかっていうのを実験結果なんですね。ちょっと見にくいですね。いくつかの食べ物と一緒に、飲んだり食べたりしたら、その解毒する、薬を排除する、能力ってどのくらいあるんだろうかっていうような研究をやるわけですね。水で飲んだ時には100%、まあ、除去する能力があるということです。グレープフルーツジュース見てください。もうなくなっちゃってるでしょ。薬を除去する能力が、ここは代謝できないっていうことになってきますね。したがっていつもより多く体の中に入っちゃうから、
聞きすぎるということになっちゃうわけですよ、さっきの例ですね。だから飲み合わせを注意しないといけない、ちょうどここにしないといけないわけです。逆の場合、代謝できるということになってしまうから、いつもより体の中に入らなくなってしまうわけですよね。ところが効かなくなるという逆のことが起こってくる、まあ、ちょうどよくやっぱりコントロールしないといけないから、どうだろう飲み合わせはっていうようなことをチェックするわけです。こういう実験をやることによってそれがチェックできる。これって非常に重要な情報ですよね。患者さんが安心して薬を服用する、服用できるための重要な情報ということになってきます。こういうのを集めるというのも薬学、薬剤師、まあ、こういう領域での、まあ、活躍する人たちの仕事あるいは研究ということになってくるわけです。まあ、こういうことが あるわけですけれども、まあ、これはちょっと余談的な話ですが、海外ではグレープフルーツジュースいっぱい飲むんですよね。海外ではですね、このグレープフルーツの中でその解毒をしなくするような成分を、薬の動きを変える成分を除去したものが開発されてるんですよ。ここに書いてあります。英語で薬の動きを変えてしまう成分がフリーないということですね、のグレープフルーツジュースができたよということで論文が出てます。まあ簡単に言うと、薬の飲み合わせが悪いジュースがあったとすると、その中でこの薬を動きを悪く、飲み合わせが悪くする成分は何だろうかっていうのを特定して、そしてそれを除去するものができれば、これって薬の飲み合わせがいいものでしょっていう研究があるんですね。これもやはり薬の動きに関する派生した研究であって、薬学とはちょっと違う分野かもしれませんが、新しい飲食品の開発につながるという、ちょっと広がりを持ったような研究にもつながっていくというようなことになります。薬の動きを理解するっていうのは結構そういう面白い領域にも派生していくっていうことを、まあ、理解していただくと非常に嬉しいです。最後になりますけれども、今日お話した内容ポイントは、効果的な薬にするためにですね、薬をちゃんと体の中に入るようにですね、そういう研究を1個目に話しました。そして薬が薬であるためにちゃんと効くようにですよね、リスクにしちゃいけないですよね、ですよね、そういう話を最後の方でしてきました。薬の動きをコントロールしたり、最初の話ですね、あるいは薬の動きを予測したり、それに対して対応したりしていく、まあこういうのが非常に重要になっているということは今日理解していただけたんじゃないかっていうふうに思います。この時に薬学、あるいは私の専門である薬剤学、あるいは薬剤師、これが関与します。そのベースになるのはサイエンスです。皆さんも基礎を今勉強しているというふうに思います。患者さんがいて、そこに薬が作られ、使われる、化学、物理、生物、サイエンスがそのサポートをしているということになります。これはうちの子供ですけれども、薬が使われる、心配ですよね、ちっちゃい子、ちゃんとこの薬で量で大丈夫かなって心配になりますよね、もう苦いって言わないかなって心配になりますよね。その時に何とかしてやろうという気持ちが皆さんに生まれてくるかもしれない。そこにやはり心が必要です。サイエンスプラス心、これによって患者さんを守る、そして治していく、こういうことができる薬学、薬、そしてサイエンス、そして思いやりの心で医療に貢献していくというような魅力ある学問になります。今年のノーベル医学生理学賞を受賞した青村先生、イベルメクチンという薬で患者さんを救いましたね。薬を通して医療に貢献している、すごく思いやりのある研究だと思います。そういうところにつながる研究、ぜひ皆さんもこういった薬学触れてみてください。魅力ある学問だと思います。ぜひ夢を追っていってください。ご清聴ありがとうございました。山崎先生、本日は貴重なお話を聞かせていただきまして、どうもありがとうございました。皆さん、お礼を込めて先生に大きな拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。